マイケル・ロバート・モランディには、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、アームストロング軍、キッタニング出身の元プロ野球選手、野球指導者、右ト左ヒだ。1987年の MLB ドラフト7巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名されたが、この時は契約しなかった。1988年には、ソウルオリンピックで公開競技として行われた野球競技に、 アメリカ代表として出場し、金メダルを獲得している。1988年の MLB ドラフト5巡目で、フィラデルフィアフィリーズから指名され、プロ入り。1990年9月1日にメジャーデビュー。翌1991年より二類種のレギュラーとなり、1992年9月20日のパイレーツ戦では、無保札見栄を完成させている。打撃では、 超打力には欠けたものの、1997年に打率、295と42塁打、シカゴカブスへ移籍した1998年は打率、296.17にあんだ、出塁率、380を記録した。その後、2000年に、フルスノフィリーズとトロントブルージェイズでプレーして、引退した。引退後は、インディアナ州にある、 アルパライソ高等学校のコーチ、フィリーズ参加で、監督、三類コーチを歴任した。2016年からはフィリーズで一類コーチを務め、2017年シーズン終了後からは、リック・アレンと共に、フィリーズの球団アンバサダーへ就任した。ありがとうございます。